どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、ニューヨークのねタイムズスクエア付近にいて、本日はね、こちら W タイムズスクエアホテルに、本日ね一泊、宿泊するんですけども、もうねチェックインは済んでおりまして、先ほどねちょっと雨がすごい強くてですね、ちょっと外から撮影できなかったんですけども、今ね、屋根があるところを見つけましたんで、今ねここで撮影させていただいております。で、場所としてはですね、本当にタイムズスクエアのど真ん中、ちょっと遠くて見づらいかもしれないんですけども、あそこはねもうタイムズスクエアの、中心街っていう感じで、本当にね、ニューヨークのタイムズスクエアど真ん中にあるホテルっていう感じですね。本当に1本入ったぐらいの場所となります。先日宿泊した、マリオットマーキスのホテルがありますけども、そこの隣の隣ぐらいの場所となっております。それではねちょっとね中入っていきたいと思います。それではね中に入ってきました。天井にはですねこんな感じで上が水槽になってるんですよね。で、横からね流れてるみたいな感じで、おしゃれ感満載ですね。いやすごい。ちょっとね、もうチェックインは済ましたってお話をしましたけども、先ほど全然気づかなかったんですけども、今出てきたらね上見たら水槽になってるんで、とてもびっくりして、カメラを回したところでございます。いやこれすごいですね。それではね無事チェックインができました。今回は4509ということで行ってみたいと思います。それでは明かりをつけました。いや広いですね。こんな感じの、客室となっております。いやちょっとねまずはちょっと部屋の方を見ていきましょうか。ベッドはこんな感じで、ここにアラームと読書灯みたいなのがありますね。で、こっち側にはこれはこれはとったらチャージ系の有料の飲み物ですね。おしゃれですね。で、デスクがあって、ここにコンセントとテレビのですかね、いろいろありますね。で、雑誌とかも入ってるんですね。で、ここに氷入れるやつですね。このお水は、マリオットメンバーは、無料って書いてありますね。マリオットメンバーはコンプリメンタリー、そうですね。でテレビは LG 製で、下には何も入ってなそうですね。これはおしゃれなボックスですけど、これはとったらチャージのお菓子とかお酒とかですね。でここは開くのかな。あ、開きましたね。あ、こんな感じ。ここに金庫とか、これはトイレットペーパーの替えみたいですね。あとガウンが2つで、スリッパはないですね。で反対側には、メモ帳とボールペン、あとこのお水ですね。9ドル高いですね。こちらは無料ではないですね。でこのベッドのですね反対側がこんな感じで鏡なんですよね。いやーこれはおしゃれですね。
こうやって見てもすごいおしゃれですもんね。でバスルーム見ていきたいと思います。気をつけました。いやお手洗い広いですね。お手洗いがすごい広いでタオルがここにあって、こっちにもタオルがあります。でこちらがアメニティになってますね。こんな感じですね。ちょっと私 W ホテル初めてなんで、初めて見るアメニティですね。あとこのお化粧がしやすいと思われる鏡があります。で今回はね、いつも通り、バスタブをリクエストしています。W ホテルにねバスタブないかと思ってたんですけども、あってよかったですね。でシャワーがこんな感じで、上にも切り替えれる用の、シャワーがもう一個ありますね。でこちらに、もう一個ねアメニティがあります。こんな感じですね。それではね次に、今回ねタイムズスクエアビューにしていただいたっていうことなんで、わあいいですね。まさにタイムズスクエアビューですね。いやーすごい。これはいい景色ですね。しかも窓がとても大きくてかなり見やすいですね。以前泊まったマリオットマーキスの方がもうちょっとはっきり見えましたけど、まあこれでも十分タイムズスクエアビューですね。いやーすごいな。でこの窓の前にはね、まあ一人掛けのソファーっていう感じですかね。ソファーもあるっていう感じですね。ひとまずね部屋はこういう感じですね。今回、W ホテルこちらタイムズスクエア、なんですけども、2年目の、宿泊あ2年目の年会費で、もらえる、無料宿泊券がありますよね。 SPG アメックスを、2年目更新するともらえる無料宿泊券を、今回ね、こちらで利用させていただきました。ちょっとねここのホテルずっと泊まりたいなと思ってたんですけども、高いんですよね。この W ホテルっていうカテゴリー時代6か7だったと思うんですけども、ちょっとねいつも高くて予算的にきついなと思ってまして、今回ねマリオットボンボイの無料宿泊券でね泊まれそうなポイント、確か5万ポイントだったと思うんですけども、そちらね宿泊できたので今回チョイスさせていただきました。それではねここに1泊お世話になります。それではねこのホテルにもディスティネーションフィーが1泊ね25ドル分がかかります。ちょっとねどこで使えるかっていう説明が、フロントでなかったので、ちょっとね後で聞いていきたいと思いますけども、一応ねホテルのウェブサイトにはまああのホテルのバーとかで使えますみたいな表示あるんですけども、ちょっとねいくら分使えるかとかねそういうのがね記載がないので、ちょっと後でね、聞いてきます。25ドル分でいくら使えるかというところですね。ポイント宿泊の場合ね、一番ね下のクラスの部屋を、まあ、抑えるっていう感じになるんですけども、今回のアップグレードは、ワンランク上の、名前がね、スペクタキュラーゲストルーム、スカイラインビューっていう、客室となっていますね。タイムズスクエアビューがね、こうやって見れる部屋っていうのを、当てていただけるっていうのはねとてもありがたいですよね。すごい綺麗なんでね、まあ、今回はね、こちらに一泊宿泊させていただきたいと思います。それではね、部屋の方に戻ってきました。ちょっとね夕飯を買いに行きました。本日はですねこちらです。見えるかな、写真撮って出しておきますねチキンオーバーライスっていう、ニューヨークでは結構有名なね、まあ、屋台の食事なんですけども、それと一緒にダイエットコークいただきました。こちらで12ドル、まあまあしますよね。1500円、1400円ぐらいですかね。でちょっとまあこれかなり量多いんですよね。まあ、これでまあ12ドル、まあ2つで12ドルだったらまあいいんじゃないかなと思います。いただきますね。まあぜひねニューヨーク、来られた方はぜひ
まあ、私の動画にもしてるハラルガイズっていうチキンオーバーライスの屋台のお店がすごい有名なんですけども、雑誌に載るぐらい、それとはまたちょっと違うんですけどね。まあこちらも美味しいんで、ぜひニューヨーク来られた方は試してみてはいかがでしょうか。残念ながらね、当たり外れはあります。すごい美味しいってお店と、あれっていうお店もねちょっとあります。今ねちょうど窓際のソファーのところにね座って、まあ食事してるわけですけども、こうね座りながらもねタイムズスクエアが眺められるっていうね、なんとも贅沢な本当にホテルですよね、うん。まあ、先ほど言った通りね、今日はニューヨーク雨なんで外はかなり寒いんですよね。食べ終わったらね少し観光の方に行きたいと思います。でそれでなんですけども、ニューヨークでね、初めて、まあ、こちらのホテルのエレベーターなんですけども、YouTuber のみたいな感じで、お声掛けいただきましてね、いやー嬉しいですねまあニューヨークのね、観光動画、まあもうプラスしてね、まああの動画上げておりますんで、嬉しい限りですよね。まさかニューヨークで声かけられると思わなかったんですけども、いやとても嬉しいですね。もしあのこの動画見られてる方でね、あの私見かけた方はね、あの気兼ねすることはありませんので、声かけていただければ嬉しいです。本当にやっててよかったなって思う瞬間でもあります。で、ホテルのディスティネーションフィーなんですけども、25ドル分の、バーでの飲み物のみ、部屋会計にすることによってディスティネーションフィーが、当てられるっていうものなんで、ものみたいなんで、もしねここ宿泊される方は、バーでね、飲み物、注文するようにしてくださいね。まあこちらはちなみにあのなんていうんですか、使っても使わなくても、請求されるもので、ポイントで宿泊した場合でも、請求されますんで、まあ、使わないと損っていう感じになりますんでね、ぜひあの利用される際はバーの方でね利用されるといいと思います。それではね、翌日の朝になりました。おはようございます。今ね、タイムズスクエア、まあ本当にね、ホテルから1分くらいで来れるんで、タイムズスクエアのね、ど真ん中にもう一回来て、今朝の撮影してるわけですけども、いや朝からこれデジタルアートがすごいですね。かなり綺麗ですね。で今ね、朝の7時過ぎぐらいでこれから朝食に向かいます。でこちらはね、タイムスクエアでは一番有名と言っても過言ではないこの場所なんですけども、雨が降ってるとね、入れませんので、その点は覚えておくといいかもしれません。雨だとね滑る人が多いみたいで、クローズしちゃいますね。それではね朝食の方に行きたいと思います。それではねホテルの朝食に来ました。このブルーフィンっていうお店の、朝食メニューをいただけるみたいな感じですね。で、クロワッサンとシリアルとヨーグルトとジュース、あとコーヒーオアティー、まあこれを選んでいくみたいな感じで、ちょっとね今ね Google 翻訳で全部訳したんですけどもまあそれではねちょっと注文していきたいと思います。それではね朝食が届きました。コーヒーとストロベリークロワッサンとシリアルとブルーベリーヨーグルトですね。これ面白いですね。ストロベリークロワッサンっていうのを注文したんですけど、まあそれしかなかったんですけど、このストロベリーソースをかける系なんですね。これちょっと意外でした。それではいただきたいと思います。ではいただきます。シリアルから。当たり前ですか、シリアルはシリアルですね、でも美味しい。このブルーベリーヨーグルト、
なあ。あ、これめちゃくちゃ美味しいですね。多分ストロベリー、あ、ブルーベリーヨーグルトに生のブルーベリーが追加されてる感じですね。すごい美味しいです、ストロベリークロワッサン、ちょっとつけて食べる感じなんですかね。予想以上にクロワッサンが大きいですね。なんでこうやってつけてしまったんだろうって感じですね。ちぎっていただきたいと思います。これはちぎってつけて食べた方がいいですね、うん、それが正解な気がします。まあ、クロワッサンなんでボロボロになりますけど、とても美味しいです、うん、このストロベリーのこのソースが美味しいですね、うん、でもクロワッサンはそこまであったかくないですね。本当にほんのりあったかいみたいな感じで、まあ、食事はこちらとあとオレンジジュースとコーヒーですね。まあ、アメリカではっていうかわかんないですけど、あれなんですよね。コーヒーと一緒にオレンジジュースを飲む。まあ多分朝食がオレンジジュースで、まあ、食後がコーヒーみたいな感覚なんでしょうね。この2つをね、同時に注文するかみたいなことを聞かれることも結構多いですね。他のどこだったかな、パンケーキ屋さんとかでも聞かれた経験があります。今朝食はこれだけなんでね、まあ、頼めばクロワッサンもう1個もらえたりするのかもしれないですけども、ちょっとあれですね、朝からがっつり食べるっていう人はちょっと足りないかもしれないですね。あ、でも朝の時間帯フロントに、アメリカならではのリンゴが置いてありました。まあ歩きながらニューヨークを歩くっていうのもいいんじゃないでしょうか。ニューヨークだね、結構食べてる人多いですからね。歩きながら物を食べる。まあリンゴに限らずですけどね、ピザ食べながら歩いてる人も多いですからね。それではちょっとちゃちゃっと、食べたいと思います。それではね、時間になりましたので、そろそろねチェックアウトしていきたいと思います。最後に、タイムズスクエアを上から見るとこんな感じです、窓がもうちょっと綺麗だったら良かったんですけども、とても綺麗な眺めでしたね。本当にこれは本当に良かったですね。で最後にって言っちゃ何なんですけども、このホテルにのこのロールカーテンがね、見えますかね、ロールカーテンがあると思うんですけども、こちらね、ここに自動なんですよね。こんな感じで、こういう感じで自動となっていますね。いや、これはニューヨークでは私初めてですね、自動でカーテンが閉まるっていう。こんな感じで本当にスタイリッシュなね、ホテルとなっておりました。それではねチェックアウトしていきたいと思います。それではね、W タイムズスクエアチェックアウトいたしました。今回はですね、SPG アメックスの、年会費の、引き換えで来る、無料宿泊券をね使って、宿泊させていただきました。しかしですね、無料宿泊なんですけども、残念ながらねディスティネーションフィーっていう、宿泊にねかかる料金というものは、必要になります。これは、ニューヨークとかねハワイとかにあるもので、日本とかにはねあんまり私の知る限りないと思うんですけども、まあそういう料金で、まあハワイとかねニューヨークとかそういうところではかかってしまいます。無料宿泊券を利用してもですね。で今回、プラチナステータスとしての特典としては、
ワンランク上の部屋のアップグレード。朝食はですね、プラチナステータスの場合ラウンジでね、利用できたりするんですけども、W ホテルには、ラウンジがありませんので、1000ポイントか、もしくは、朝食を選択みたいな形で、今回ね私は朝食を、選択させていただきました。あとレートチェックアウトですね。レートチェックアウトは、4時まで、オファーいただきまして、4時までね、チェックアウト、延長させていただきました。私個人的にはですね、結構ねニューヨークのホテル泊まってきたんですけども、この W ホテルは、タイムスクエアのね本当にど真ん中にあるようなホテルで、かなりね観光の方も多い、そしてアクセスもねとてもいい場所なんで、ちょっとね店員さんの態度が横柄なんじゃないかなってちょっと思ってたんですけど、全然そんなことなかったですね。本当に今までで一番って言っていい、一番までいかないかもしれないですけども、かなり良かったですね。面倒くさいとかねそういう感じの雰囲気は一切出さないようなねこの店員さんの態度、本当にすごい良かったですね。個人的にはかなりおすすめのホテルとなっております。でニューヨークね初めて観光に来るなんていう方もね、このタイムズスクエアの位置的にはねタイムズスクエアの本当にど真ん中なんで、かなりおすすめとなっておりますね。まあタイムスクエアも歩いて1分の場所にで行けますんでね、ブロードウェイミュージカル等々を、目的とされている方もね、かなりおすすめできるホテルとなっております。それではね今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。言い忘れたんですけどこの W ホテルなんですけども、とてもね、内装、入り口からねとてもおしゃれな作りとなっておりますんで、個人的にはそれもね楽しんでいただけたらなと思います。それではねまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。